神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします町長の会食請求成立に伴う真鶴町長選は12日投開票され無所属新人で元横須賀市議の小林伸之氏が4人を破り初当選しました。 町外出身で町役場経験者以外の町長誕生は1956年の合併以降で初めてですプロ野球横浜 DeNA の今永昇太投手が13日横浜スタジアムで記者会見しポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦することを正式に表明しました 今永は自分を信じてくれる人たちに恩返しができるようにと意気込みを語りました藤沢・江の島の夏の風物詩・江の島灯籠がこのほど夜景観光コンベンションビューローが認定する関東三大夜明かりに選ばれました夜景の専門家たちにより栃木県足利市で2日に開かれた「夜景サミット2023」で発表されました 横浜西口エリアマネジメントは15日横浜駅西口周辺で横浜イルミネーション2023スターライトパレードを開始しました来年2月14日までです今回は宇宙空間をテーマに横浜高島屋や相鉄ジョイナスの壁面に光のパレードの様子を演出しました新型コロナウイルス感染症をめぐり 神奈川県は16日県内363か所の定点医療機関で報告された感染者数を公表しました6日から12日の1週間で1医療機関あたりの平均患者数は1.16人で9週連続で減少しました海老名中央公園にある70の塔が夜間幻想的な七色にライトアップされ行き交う人々の目を楽しませています 色の配置が少しずつ変わったり、塔全体が一つの色でライトアップされたりと、さまざまなパターンを楽しむことができます。